おとまるは、大正、昭和時代に活躍した、日本の歌手。本名は、永井光子。東京市麻布区麻布ダンス町を生まれ。1906年12月8日、老舗の履き屋の一人娘として生まれる。時わずの名取りだった祖母は、彼女が6歳になった6月6日から、時わずと舞踊を習わせた。13歳の時に美声を飼われて、立花流畜前美和を修行。 朝陽派の名手としても知られるようになる。十七歳の時には春日派の小歌を始めている。しかし、二十五歳の時に溺愛していた弟が亡くなり、思いの色をぜになる。その頃近所の民謡マニアの家に時々尺八の菊池炭水が指導に来ていて、いつしか聞き覚えた民謡を歌っているうちに病気が解放に向かい、心が晴れてくるのに気づいた。 そこでその民謡の会に出席して披露した彼女の持つ、勘の良さと美声は、菊池淡水の絶賛するところとなり、リーガルレコードに推薦され本名で、草津湯もみ歌を吹き込んだ。そのレコードを聞いた、小賀正夫は、当時重役をしていた定畜に誘い、涙の軽人形を吹き込ませた。ちょうどその頃小歌、翔太郎、一丸、赤坂小梅などの芸者歌手が一世を風靡していたが、 芸者歌手は、地方巡業に際して、時間拘束として莫大な花代がかかることから、苦肉の策として、芸者と同じく小歌や葉歌を歌わせても、遜色のない畜前琵琶をたしなむ女性を探していたところ、下駄屋の女将である彼女に、白羽の矢が立ったのだ。その後1934年9月から正式に、契約を結んだコロンビアから本名で、おけさくずし、あるは、国境でデビューした。 ただし芸名をお丸としたのは同年に吹き込んだ君は満州からである。お丸の芸名の由来は音は丸いレコードからという写楽にちなんで名付けられた。コロンビアでは当初家庭の主婦からレコード会入りしたことを隠していたがお丸本人がファンに下駄屋の姉子と声をかけられてもよくご存じと返すなど腹の座ったところを見せたという。 翌1935年には、仙道河合いが大ヒットした。この曲は、沖縄民謡の福原つねおが、日本最高の歌謡曲と絶賛している。続いて1936年には、下田屋曲、博多よ船が大ヒットし、小唄、翔太郎や島るなどの芸者歌手を向こうに回しての人気を獲得する。次第に出演依頼やレコードの吹き込み、ラジオ、 映画の出演に多忙となり、生活も派手となり、家業の下駄屋は人手に委ね下駄屋の養子となっていた。夫とも競技離婚しを止まるは、歌一筋の道を歩み始める。その後弁士の井口聖派と再婚し二人は二枚看板で全国を遺門、工業に歩いた。太平洋戦争後も全国巡業が続き、1947年には高知で当時前座を務めていた。 ミソラヒバリがバス事故にあったサの座長も務めていた。1948年にはキングレコードに移籍、同年に人吉を訪れた際に、いつきの子守歌を見つけ出し初めて同曲をレコーディングする。後に人吉市長から感謝状を受けている。しかしヒットは出せずその後コロンビアに復席した。コロンビアに戻ったオトマルはその後夏メロブームに乗って、 東京12チャンネルの懐かしの歌声に番組出演をしたり1972年にはステレオ録音で往年のヒット曲を吹き込んだが、この頃から急に視力が低下、活動に支障をきたし始める。1976年1月18日午後12時30分に、世田谷区世田谷のマンションで、急性心不全により死去。69歳没。墓は、 東京都品川区にある天明国寺にあり、墓の横には船の方をかたどった石踏みがある。この石踏みはおとまるの生前に作られ、千道川家,家の一番の歌詞がおとまるの直筆によって彫られている。おとまるの持ち歌の中でも千道川家いい、下田夜局、博多よ船の三曲は特に有名で船物と呼ばれており、おとまるの死後も広く親しまれている。また、 満州思えば、満州吹雪、君は満州などの満州ものも、彼女のレパートリーとして知られている。他にも、米山三里、板子追分けなどの民謡調の歌も多く、これらの歌では音丸の巧みな節回しや美しい、高音が最大限に生かされており、また、彼女自身が民謡調の歌を非常に好んでいたために、音丸の本領発揮といった感がある。おとは、民謡も、 たくさんレコードに吹き込んだ。彼女は自分なりの節回しで歌っていたので、地元のものとはいささか趣をことにしているものが多く、伴奏も和洋合奏のものが多い。従って、いわゆる成長ではなく流行歌色、歌謡曲色がやや強い。しかしレコードを聞いてみると、努力の後や工夫の後が伺われ、完成度の高い仕上がりとなっている。 おとまるの歌い方は、技巧的でありながらも、声の音色が柔らかく親しみやすいので、地方に渦もれていた民謡を、歌謡曲と同様にメディアに載せることに成功し、広く親しまれた。ありがとうございます。